ポケモンが発売された1996年の頃は私はまだ任天堂の社員でして、で当時ポケモンが出るってことも知ってて NOA に、まあ、そういう状況の中出張がありました。でその時に現地の社員と話をして、このゲーム流行るかねっていう話をした時に、向こうのスタッフはほとんどがいやどうかな、このキャラはアメリカで受けるかなっていう話をしてて、でもまあうちの娘とかは分かんないねっていう話をされてたのがすごく印象に残ってます。で実際僕がポケモンに関わったのは、日本で、アニメが放映される時に、それのオープニングテーマとかエンディングの曲を作ったのが、まあ初め自分がポケモンに関わった最初なんですけども、特に印象に残ってるのは、放映された時に自分が出勤するときにですね、子供たちがそのポケモンの歌を大きな声で歌いながら学校に行く姿を見て本当に感動したのを覚えてます。これからもですね、ポケモンカードゲームとかまだ体験したことのないようなポケモンのゲームを、まあ、これからも考えて、ポケモン全体を盛り上げていきたいと思っています。で私もですね、ここ20年間皆さんと同じように新しいポケモンが出るたびに、どのポケモンを連れていこうかなとか、どのポケモンを育てようかなとか、でどんなパーティーを、組んで、冒険しようかなとかって、本当に、57歳なんですけども、本当に楽しみに、毎回楽しんで遊んでいます。これからもポケモンをよろしくお願いいたします。